今回紹介するのは、働く人のコンディショニング辞典という本です。毎日の疲れとさよなら、トレーニング、栄養学、メンタルタフネス、脳科学からベストパフォーマンスを引き出す決定版。この一冊で OK。若い頃はいくらお酒を飲んでもオールをしても、翌日にはバリバリ仕事をこなしていましたが、 年を重ねるうちにそんな無理も効かなくなってきました。本書の二日酔いにならない飲み方、なってしまった時の対処法を読んで実践してみたところ、確かに翌日が楽になりました。これからの忘年会シーズン、これで乗り切ろうと思います。中にはすでに知っている情報もありましたが、一つ一つの項目が短く簡潔にまとまっているので、 サクッとと読めてすぐに実践できるのは良いと感じました。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。